お家と違うくて、そう手こずってました。それにすいません、おはようございます。おはようございます。もうすぐ会社、あーすごい、ありがとうございます。おはようございます。そう、今日はアンナさん公演です。あ、そう、 AK ビンゴさん見ましたか？あ、 AK ビンゴ見ました。 ありがとうございます。そう、AK ビンゴさん、そう、結構なんか結構そうなんかその個人の喋るやつではめっちゃ映させてもらったのに、テロップとかでも、テロップっていうのかな、なんかそういうのでも映させていただいて。すごい嬉しかったです。ワイプ？ああ、それかな。これってさ、またそう改めて話しますね。これってさ、こうやってさ、なったらさ充電できてんのかな。さ、これの使い方はまだいまいち分かってなくて、どうやったらなんか充電できてるのかが分かんないんですけど。そうか、お母さんがつけた。これの使い方わかる人？これはあの充電、ごめん。
てた。ちゃんと鳴ってた、ごめん。これはイヤホンです、ワイヤレスイヤホン。できた。ずっと悩んでたのに、あっちゅう間にできてもうた。うん、今日は晴れてる？隙間から見る限りでは晴れてる。今日 STU のチャリティーコンサート行きます。あ、行ってらっしゃい。昨日そういえば夜ナナさんが練習してはった。おはよう。おはようございます。隙間だけでわかる？うん、なんか明るさと雲と水色の空を見て。スイートン好きって休み、あ、そう、あ、そうそうそう、AKビンゴさんね、スイートン。そう。なんかあの、さ、お家で作ってるやつとさ、食べてるやつさ、あの時にファンの方が作ってくださった生誕ティー着てるの分かったかな。そう、なんかそう、ビンゴさんは毎日食べてるみたいな言ったんですけど、最近は全然食べてないですね。なんかその時、その時らへんは2日続けてくらい食べてたんですよ。そう、でももう太るからやめたんですよね。そうなんです。そう、そのあ、違う、その当時は2日3日くらい続けて食べてて、そう、もう最近は太ると思って食べるのやめましたね。ラブユーズンちゃん、あ、センキュそうなんですよ、水豚偶然スタッフさんの目に止まったらしくて、それで呼んでいただきましたね。水豚のおかげでビンゴに呼んでいただいた。ずんちゃん、なんちゃん、ゆいりの料理配信楽しみね。今年までにできたらいいのに、3人で。
あ、今録画見てるよ。あ、ありがとうございます。嬉しいじゃないですか。あ、え、あ、そう、台風来るのね、大阪の日握手でも楽しみにしてたから、コント行ってほしい。めっちゃ変な顔さ、ワイプとかさ、さパッて映った時に抜かれてて、なんて変な顔してるのって思った。そう、なんか来週予告みたいな時もさ、驚いてる時の顔の手、なんか手の動きも全然わからへんしさ。まだ台風ね、まだ台風も。来週は前田も出るみたい。あ、それはひな壇にいる私。よかったら見つけてね。ねえ、7日の握手大丈夫かな。ランディが学業専念のために活動中止した。めっちゃ寂しいですね。なんかやっぱショールーム選抜の時に配信して、結構学生枠で、まあ、24時まで配信できる人と比べたりとかしちゃダメなんですけど、やっぱ辛くて、そういう時に755のそのメッセージみたいなやつですごい長文送ってきてくださったのがすごい覚えてますね。優しくて大好き。でも戻ってくるってことかな、休止ってことだから。楽しみに、また会えるのを楽しみに待ってます。飛行機ちょっと進路変更してほしいな。そこら辺の海でなくなってほしい。じゃあ順位発表します。第13位サヤンテさん、おおきに。12位クボズのアットマークズンチャンズさん、おおきに。11位ドルチアットマークズンチャンズさん、おおきに。10位祝ショールーム選抜スザ超絶推しオレンジアットマークズンチャンズさん、おおきに。9位福井のパーフェクトズンデンさん、おおきに。第8位クボズのアットマークズンチャンズさん、おおきに。7位グワイシさん、おおきに。6位フォーエバーズンちゃんのタモンちゃんさん、おおきに。第5位ドルチアットマークズンちゃんズさん、おおきに。第4位 YST ヨシカズさん、おおきに。第3位ノダッチアットマークズンちゃんズさん、おおきに。第2位祝ショールーム選抜スザ超絶推しオレンジアットマークズンちゃんズさん、おおきに。第1位スカイチューチューさんです、おおきに。まいどおおきに、ありがとうございます。そしてたくさんのスペシャルギフトとお星様ありがとうございます。じゃあ今日はこの配信で終わるんですけど、アンナさん公演頑張ります。また明日朝配信するから、またね。ありがとうございました。おおきに、バイバーイ。公演頑張ります。またね。バイバイ。バイバイ。